はい、久しぶりに暗号通貨のことをちょっとお話ししていこうかと思います。ビットコインが500万円を超えたのは懐かしい、去年の5月ぐらいだったですよね。イーロンマスクさんのイーロンマスク法みたいなことで語られていましたけども、あれからいろいろあって700万円台を突破したかと思ったら、またね300万円台に戻ったりとか、相変わらずビットコインのボラティリティの大きいことにはね舌を巻くわけなんですけども、やっぱり400万円を割った時にビビってね売り逃げちゃった人っていたと思うんですよ。確かにその瞬間は、あ、今のうち売れてよかったと思ったんでしょうけども、やっぱりね、暗号通貨ってまだできたばかりの市場ですから、そんなちょこまか売ったり買ったりするんじゃなくて、しっかりとね5年10年単位で余剰資金をポーンと眠らしておいてね、で当座の資金っていうのはまた別の余剰資金を使うべきだと思うんですよね。でビットコインのことなんですけども、最近はまたね500万円を超えて540万と、なんかロシアがビットコインで売買をするよみたいなことを言い出したからビットコインに流れたのかなっていうところがありますけども、やっぱりね暗号通貨も、こうなんですかね、経済制裁の一部に入ってますから、ロシアへのビットコイン送金が認められた瞬間に、やっぱりそういうところはどんどん制裁の二次的な影響を受けて閉じられていくんじゃなかろうかと。だからなかなかねリスクを背負いながら暗号通貨の取引所も運営してるんじゃないかなと思うんですよ。はい、で次はなんですけども、体の枝ですよね。一時98円とかに、やっぱ100円割るとさすがに、最近のホルダーさんはビビるみたいですけども、まあプレセールで買った組はね全然平気なんですけども、また急進して140円台に伸びたみたいです。これなかなかすごいですよね。それからね SOL っていうのがあるじゃないですか、ソラナっていうのが、これがまたね 24% ぐらいアップして、11,188円、あたりから 12,656円まで伸びたということで、やっぱりねこういうふうな混迷の時期にも、まあ、戦争とかありますけどもね、そういった経済危機とかね、それから需要不足の時にでも暗号通貨ってのは激しく動いてるなと。要するにこういうところで利益が取れていけるんですけども、まあどれがどのぐらい上がるのかは分かりませんからね。はい、で体のにちょっと話題を戻しますけども、なんかバイナンスで体のがなんかあるみたいですよね。ちょっとチャールズ・ホスキンソンさんのツイート見たんですけども、これまた別の動画撮りますね。ちょっと体のはねやっぱり今年も大注目ですよね。だから100円を切ったところっていうのはあんまり気にすることがなくって、今年もですねやっぱりね300数十円とか550円とか600円とかっていうのがちらっと見えるような見えないような感じでございます。まあ体の間引き続きちょっと応援していきたいなってことですよね。他はですね、ビットコインに引っ張られてイーサリアムも360万円まで回復してきているのと、XRP はやっぱ終わりですよね。200円前後で売り抜けた人は本当おめでとうございますですよ。もう XRP はもうこれで終わりです。私はそういうふうに思いますけども、皆さんいかが感じでしょうか。では失礼します。